札幌記念。札幌記念、育し連覇狙うも5着吉田はやと相手を褒めるしかない。今日は乾杯。札幌記念 G221 日、札幌。豪華メンバーが揃った真夏の頂上決戦を制したのは3番人気のジャックドール。これまでと違った控える競馬をして逃げた2着パンサラッサとの競り合いを制し、 重賞2勝目をマークした。3着は5番人気ウィン・マリリン。注目を集めた白毛馬対決は1番人気ソダシが5着に敗れ、8番人気ハヤヤッコは10着に終わった。純白の女王も乾杯を認めざるを得なかった。連覇を狙ったソダシは道中折り合って5番手を追走。 三から四角の勝負どころで三番手に押し上げたが、五着が精一杯。場内のファンから、どよめきと悲鳴が上がった。菅井氏は開口一番、もうこれではっきりした。金量の分もあったかもしれないけど、距離だな、と断言。前年比三キロ増の負担重量より、距離適性が響いたと分析した。吉田早人は、 よく頑張りました。前の馬が強かった。マークし、折り合いもついた。相手を褒めるしかない。今日は乾杯です、と潔かった。秋の目標について、市は、マイルが適距離だね。今後はオーナーと相談してだけど、一回放牧に出してマイル CS、11月20日半身になるかな その前に人叩きするかは考えると明言。実績のあるマイルに照準を合わせ、復権を狙う。